こんにちは、こんばんは、ホビドワです。今回の動画では2024年2月に開始されたデモ版作品の祭典 Steam Next Fest でデモ版が公開、あるいはデモ版のアップデートが行われ、私が気になった期待のインディーズ作品をざっくりと短くまとめて紹介していきます。他の発売予定の期待の新作紹介動画と違い、今回は私が各作品ともにデモ版をプレイ済みですので、作品ごとのデモ版時点での良かった点と悪かった点にも軽く触れて紹介させていただきます。また今回紹介する作品は私の趣味の影響でメトロイドバニア系作品が多めになっております。それでは紹介に入る前のいつもの前置きと注意点を、本動画下記の概要欄に貼っているストアページのリンクは PC 版作品のものになっていますが、 PS や Switch でも発売予定の作品もあるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。注意点としては、今回紹介する作品は発売前の作品となっているので、正確なジャンルが違ったり発売日が変わってしまう可能性があるのでご注意ください。特に発売日に関しては、発売地域によっては1日前後ずれていることが多いのでご注意を。また今回紹介している作品たちの評価はあくまでもデモ版時点で私が感じた忌憚のない意見となっておりますが、アップデートで化けたり今後プレイフィールが変化する作品もあるので、あくまでも参考程度に。それでは紹介の方に入りましょう。まずはこの作品から、ネバーグレイブ、ザ・ウィッチ&ザ・カース。メトロイドバニア要素を取り入れ、探索に重きを置いたローグライク 2D アクション。多彩な魔法を駆使し、憑依した敵を使い潰しながら最下層を目指せ。最大4人での協力プレイに対応。倒した敵に帽子が憑依することで、敵の肉体を一時的に乗っ取ることができるというユニークなアクションを採用している。協力プレイ時には基本的に自分以外の仲間は帽子として操作することとなる。ステージ攻略中に入手した素材で村の建築、ステータスの永続強化、アンロックをする仕組みになっている。通常攻撃と強力なサブウェポンを組み合わせた戦闘、足場を移動するプラットフォーマー要素、隠し通路が用意されていたりと、メトロイドバニア要素もしっかりと取り入れられている。デモ版時点でも全体的に高クオリティにまとまった作品となっていた。気になる点、不満点としては、アクション周りでは私がデモ版をプレイした時点では、通常攻撃を行うと自キャラが少し前進し、敵に自キャラがヒットしてしまうという調整不足によって発生する問題があったのだが、こちらはアップデートで修正されている。また、特定の敵を倒して体を乗っ取り、一時的に敵の能力や技を使用できるシステムを取り入れているのだが、このシステムはデモ版時点ではあまり有効活用されていない。それ以外では拠点の建築要素が存在するのだが、現段階ではゲーム性と合っていないし、不要な要素に感じられた。レルム・オブ・インク、水彩画のようなアートスタイルが目を引く見下ろし型視点のローグライクアクション。自分が短編小説の登場人物だと気づいた主人公は、自らの運命に抗うことを決意するのだった。ハデス系作品、アンロック要素あり。永続強化周りに関してはデモ版では確認できなかった。アクション周りの作りが面白く、独特な絵柄が魅力で、これといった不満点もない良作ハデス系作品となっている。あえて不満点を挙げるならば、本家と比べると周回中にランダムで入手できる能力がいまいち魅力に欠けるという点だけだろうか。ただし本家であるハデスよりも秀でた部分がなく、このタイプの作品は飽きるほどプレイしている方には新鮮味に欠けることだろう。マレット・マット・ジャック。80年代90年代のアニメに影響を受けたグラフィックが特徴的なローグライク FPS。 10秒しかない時間を有効活用し、敵をほふりながらプリンセスの待つビルの最上階を目指せ。アンロック要素あり。時間制限のないモードも用意されている。爽快感とスピードを重視したゲームデザインとなっており、触っているだけでも楽しい超良作、プレイするストレス軽減剤だ。その魅力的なグラフィックと爽快なゲームプレイも相まって、今回のネクストフェスでプレイした作品の中ではかなりユニークな作品となっていた。これという気になった点は特にないのだが、強いて言うならば本作はスピードとテンポを重視したゲーム性となっているので、ゆったりとプレイするタイプの FPS が好きな方には合わない可能性が高いので注意だ。
ルナーアビス、月に作られたメガストラクチャーを探索するストーリー駆動型アクションアドベンチャー FPS、 謎の予言と実験に巻き込まれたルナの囚人フォークスの旅を体験せよ。デモ版時点では物語を追いながらリニアに進行していくタイプのマップ構造になっていたが、ちょっとした探索要素もあり、アイテムを見つけていくことで自キャラの強化を行うことも可能だ。戦闘は FPS 系作品にしては珍しく、ロックオン機能があるシステムを採用している。また武器には弾薬の概念が存在しないが、クールダウンが設けられており、全ての武器を切り替えやりくりしながら行う戦闘が面白い。気になる点としてはグラフィック周りではメガストラクチャー系の場所が舞台の作品ではあるあるなのだが、マップのほとんどの場所が似たり寄ったりな外見になっている。それにプラスして非常に薄暗く印象に残りづらい作りになっている。ただしこちらはこの雰囲気が好きという方もいるので、単純に悪い要素とも言えない点に留意してほしい。もう一つ気になった点があり、それは探索周りだ。割と重要なアイテムが隠されている場合があるのだが、デモ版時点では戻って探索することは不可能になっていた。仮に製品版でファストトラベル的な要素が追加され、以前いた場所に戻ってこれるとしても、先ほど言ったようにどの場所も似ているという問題も存在する。オビシディアンレギオン、ソウルライクな探索型アクションアドベンチャー。危険なアムバラ島を探検し、目の前に待ち受ける数々の危機を乗り越えるために必要な道具を集めよう。そしてなぜこの地が突然混乱に見舞われたのか、その原因を突き止め終止符を打とう。デモ版時点ではネクストフェス向けにアップデートされた新規成長装備システムが荒削りではあるものの、ハードでスリリングな戦闘が面白かった。ただし装備集めなどで重要となる探索面はデモ版時点ではお世辞にも出来がいいとは言えない作りとなっている。現時点ではファストトラベル的な要素が搭載されておらず、アイテムを取り逃すと入手不可となる場合がある。また外見が似たり寄ったりになっているため、探索した場所が分かりづらい。ポテンシャル自体はある作品なので、今後に期待したいところだ。エデンズガーディアン、美しいピクセルアートで描かれたダークな世界が魅力的なメトロイドバニア系探索型アクションプラットフォーマー。神の血を引くガーディアンの一人となり、荒廃した世界を救うために、もう一人の神の血を引くガーディアンである堕落した兄弟に立ち向かえ、投げた剣に瞬間移動できる能力が特徴的で、それを生かしたギミックと地形の作りが素晴らしい。またメトロイドバニア系特有の移動能力の強化周りも、主人公の特殊能力を強化するような仕組みのものがいくつか取り入れられていた。瞬間移動できる能力を生かした戦闘も魅力的で、後半ではハードな戦闘が楽しめそうだ。また私がプレイした時点ではボス戦を確認できなかったが、現在はアップデートが入り、デモ版終盤でボスとの戦闘が行えるとのことだ。こちらの情報はコメントでいただいた、書き込んでくれた方ありがとうございます。ストームエッジ、敵の攻撃をギリギリで避けることで強力な攻撃を行うことができる点が特徴的な見下ろし型視点のローグライクアクション。回避行動がそのまま攻撃につながる面白いシステムを採用しており、全てが攻撃となるゲーム性が爽快。通常攻撃を数回当てる必要のある敵、回避後に発生する攻撃を当てないと倒せない敵など、しっかりとシステムを戦闘に組み込んでいる点も面白い。その分通常攻撃と回避による攻撃以外、いわゆるサブウェポン的なものがデモ版では確認できなかった。良作であることに違いはないが、他の同タイプの作品と比べると、いい意味でも悪い意味でもシンプルな作りの作品となっている。クリプトカストディアン、死んでしまったいたずら好きな猫のプルートが主人公の見下ろし型視点のメトロイドバニア。主人公はとある行いの罰として冥界の審判に死後の世界の管理人になるよう言い渡される。それも永遠に。他の亡霊たちと遊んだり、獣と戦ったり、広大な世界を探検しながら審判の誤解を解く方法を探ろう。見下ろし型視点ではあるが、しっかりとプラットフォーマー要素が取り入れられており、ジャンプを使った足場移動やメトロイドバニア系特有のエアーダッシュなどの移動能力強化要素もしっかりと確認できた。戦闘も面白く、ボス戦では弾幕のような攻撃が飛び交い、緊張感のある戦いが楽しめる。探索周りではちょっとしたパズル要素も楽しめた。デモ版時点ではこれといった問題点を確認できなかった作品なので、気になった方は今すぐにウィッシュリストに登録しておこう。
ザオ・ケンゼラの物語。闇に囚われた父の魂を取り戻すことが目的の 2.5D のメトロイドバニア系アドベンチャー。死の神と共に美しく危険なケンゼラの地を勇敢に冒険しよう。月と太陽の仮面、遠距離と近接特化を切り替えながら行う戦闘が面白く、仮面の能力を生かしたプラットフォーマー要素も魅力的。ビジュアル面も素晴らしく、デモ版時点でも完成度が高い。戦闘面での不満点をあえて挙げるならば、特殊な攻撃を行うためのゲージと回復を行うためのゲージが共通のものになっている点だ。共通であるため、このタイプのシステムを採用している作品では、初見プレイ時にほとんどの場合は何が起こるのかわからないために、攻撃にではなく回復のためにゲージを温存するプレイヤーが多い。そのため爽快な攻撃を行うことが少なくなり、せっかくのシステムがもったいない。アビタ・ジャーニー・オブ・ホープ。素早い戦闘が特徴的なソウルライク要素を取り入れたメトロイドバニア系横スクロールアクション。壊滅的な伝染病の魔の手から村を救うことを決意した勇気ある少女の驚くべき旅が今始まる。現時点ではゲーム性、スタミナなどのシステム周りが素早い戦闘の仕組みと噛み合っておらずストレスフル。ネクストフェス向けに無理にデモ版を作成した形となっている。グラフィック周りの作りは良く、また戦闘周りのポテンシャル自体は高い作品であるため、今後のアップデートに期待したい。デビエーター。カウンターをメインとした戦闘が特徴的な高難易度のメトロイドバニア。未知の荒野や都市を探検し、謎めいた意識の領域に分け入り、奇妙な生き物に遭遇しながら、この混沌とした世界に隠された真実を見つけ出そう。防御から発生するパリや特定の攻撃を回避することで、こちらが有利になるシステムを採用している。常に緊張感のある戦闘の作りは抜群で、戦闘をメインとした作品が好きな方は間違いなく楽しめるだろう。ただし各エリアの形状が似ており、探索面の作りが雑で、ステージ作りがいまいちな点がたまに傷。バーチャルアンリミテッドプロジェクト。 GBA の名作ロックマンゼロシリーズの影響を受けて開発されたステージクリア型横スクロールアクション。主人公である相沢かなを操作して強力な能力を持ったエスパーたちに挑め、操作性はロックマンゼロシリーズの基本を踏襲しつつ、近代的ないくつかの作品のいいところを取り入れている。原作の主に探索面の悪いところをしっかりと改善し、新たな要素を盛り込んでいる点がありがたい。ステージ作りもデモ版で確認できる場所は素晴らしい。特に個人的にはロックマン X からのオマージュが入っているステージがすごく良かった。今回のネクストフェスでプレイした 2D アクションでは間違いなく一番面白かった作品。唯一不満点を挙げるならば、ストーリーやキャラクター周りは好みで好き嫌いが分かれるという点だろうか。ラースバインダー。メトロイドバニア系要素を取り入れたステージ構成が特徴的な見下ろし型視点のローグライクアクション RPG。 オンライン協力プレイに対応。様々な能力と装備を組み合わせ、自らを強化しながら危険で満ちた塔の最上階を目指せ。ステータスの永続強化やコスメのアンロック要素あり、高いアクション性もさることながら、本作最大の特徴は周回中に入手したアビリティによって新しいエリアを探索可能になるというメトロイドバニア系を参考にした要素が取り入れられている点だ。もちろんそれらのアビリティは戦闘でも活用でき、ただ単に進行できるエリアが増えるという単純な仕様ではない。またディアブロライク作品のように特性とレア度を有した装備品収集要素あり、入手し装備しているアイテムは次回の周回にも引き継がれる仕様となっている。アクション RPG 的な要素が強く、良作。メトロイドバニア要素は控えめなので、そちら目的の方はご注意を。クコンのクオン。アームドブルー、ガンボルトやブラスターマスターゼロシリーズのインディークリエイツが送る 2D アクション。冥界で目覚めた猫クオンを操作して、飼い主の待つ現世へと再び帰還するのだ。9回まで倒されることができ、倒されるたびに新しい能力をランダムで入手するシステムが魅力的。入手した能力によってステージの異なるルートを攻略できるようになるため、周回ごとに新しい発見があるだろう。ただしその影響か、ステージ構成や敵配置がどのパターンでも攻略できるように調整されているため、開発元の他シリーズに比べて微妙な作りとなっている。特に敵の配置は開発元らしからぬ面白みに欠ける作りとなっている。システム周りの問題もあるため、ここからアップデートなどで調整してどうにかできるかは正直難しいと思われる。
キングスグレイブ、蘇った王を操作してプレイする見下ろし型視点のゼルダライク作品。疫病によって荒廃した王国を立て直すため、偉大なる王が帰ってきた。スチームストアページにはメトロイドバニア系と記載があるが、デモ版時点で確認できた要素はゼルダライクのものであるため、今回はゼルダライクとして紹介させていただく。道中で入手した素材を使用して国を再建したり、新しい装備品を入手して進行可能なルートを増やしていく仕組みとなっている。余った素材は別の素材に変換可能であったり、パズルを解くことで強化アイテムや素材を入手できたりと、探索周りが非常に面白い。デモ版時点でもこれといって目立った不満点のない良作ではあるが、あえて挙げるならば、現時点ではやり込み要素とリプレイ性が低そうという点だろうか。マーク・オブ・ザ・ディープ。ゼルダライク要素を取り入れた見下ろし型視点のソウルライクアクション。新人海賊を操作して呪われた島の謎を探り、行方不明の海賊クルーを見つけ出せ。こちらもメトロイドバニア要素を取り入れた作品という触れ込みだが、実際のデモ版ではゼルダライクなパズル要素やアイテムが登場するにとどまっていた。敵との間合いが重要となるソウルライクらしい戦闘に、サブウェポンを織り交ぜた戦い方ができる点が魅力的。正式リリース時には複数のサブウェポンを使用可能になるようなので、さらに面白くなることだろう。ただしネクストフェス用に間に合わせたのか、デモ版時点では各種調整不足ややっつけで作ったと思われる一部 UI があったりと、まだまだ開発中の段階に思われる。続報に期待したい。デスバウンド。信仰と科学技術が対立する世界を舞台にしたソウルライクアクション RPG。 SF 要素を取り入れた架空の中世風世界を舞台に、永遠の命を得るための実験の果てに生み出された主人公を操作して、終わりのない狂気に終止符を打とう。本作最大の特徴は、倒した敵や道中で見つけた魂のエッセンスを吸収することによって能力やプレイスタイルを変更できる仕組みだ。新しいプレイスタイルを入手するごとに、スキルツリーの新たな箇所がアンロックされる仕組みも取り入れている。スキルツリーで入手した能力はどのスタイルになっている時でも適用されるというシステムも面白い。もちろんスタイル固有の能力も存在する。これらのスタイル、能力は瞬時に切り替えることができ、また切り替え時にとあるゲージが溜まっている状態であれば、モーフストライクと呼ばれる特殊な必殺技を使用することもできる。こういったシステムが面白く、ポテンシャルの高い作品ではあるのだが、ソウルライクとしては致命的に戦闘周りのバランスが悪い。特にモーフストライクが最悪で、使用中は自キャラが硬直し、一時的に無敵時間があるものの、操作が可能になる前に無敵時間が切れるため敵の反撃を受けやすい。それに加えてほとんどの敵はひるみにくく、反撃を受けやすい仕様だ。バランスを調整するだけで化ける可能性の高い作品なので、今後に期待したい。ジアーズ。マルチラインシステムが特徴的な横スクロールアクションプラットフォーマー。高度に発達した AI を搭載したアンドロイドである主人公を操作して SF 哲学的なストーリーを堪能せよ。以前にも別動画で紹介させていただいた作品なのだが、ビジュアルやシステム、アクション面で大幅にアップデートが行われたので、今回は取り上げさせていただいた。特に操作性やアクション周りのアップデートが大きく、通常攻撃やサブウェポン以外にもスキルなどの特殊な攻撃方法も追加された。ビジュアル面ではキャラクターイラストの大幅な変更が行われ、より作品のテーマや物語に沿ったものになっていて好印象だ。ステージ周りはマルチラインシステムを活用したプラットフォーマー要素と戦闘が相変わらず魅力的。現時点で確認できる要素は面白く、序盤のステージのバランス調整もいい感じだ。今後の気になる点としては、他のステージのバランスがどうなるかという点と、ゲームスタート画面などの一部 UI、フォントの作りがシンプルで違和感がある点だろうか。続報に期待したい。バイオガン。犬の体内が舞台のメトロイドバニア。ウイルスの脅威や曲がりくねった通路に立ち向かい、人間の最良の友を内部から救う使命を果たそう。あなたはワクチンとなれるか。プラットフォーム要素を生かしたパズルが魅力的。ややネタに走ったストーリーとツインスティックシューター系の戦闘システムも面白く、デモ版時点でも良作。完成度が非常に高く、ビジュアルや BGM 面でも手が込んでいる。特に BGM 面は本気であるメトロイドシリーズを彷彿とさせるものをいくつか聞くことができ、個人的には素晴らしかった。製品版のリリースが待ち遠しい。
リズファンがザ・タイムシフト・ウォーリアー、時を巻き戻す能力を生かしたストラテジー要素を組み合わせた戦闘が魅力的なアクション作品。時間を巻き戻す能力を使いこなし、ラクセスと呼ばれる悪魔たちの大群を蹴散らそう。決められた時間内に可能な限り敵を倒し、数回可能な巻き戻しの能力を利用して敵を全て倒さなくてはならないというストラテジー要素の強い戦闘が魅力的。悪い点はほとんどないが、あえてあげるならば、それを表示するためのアイコンはあるものの、広いエリアではどの敵を倒しどれを倒していないのかがパッと見では分かりづらい点ぐらいだろうか。非常にユニークなシステムを取り入れているため、今回プレイした作品の中ではダークホースだった。発売日も近い作品なので、気になっている方は今すぐにチェックすることをお勧めする。いかがだったでしょうか。皆さんは今回紹介した中で気になった作品やプレイしたい作品はありましたか。ぜひコメントで教えてください。今回紹介した作品の PC 版ストアページやストアページが未公開の作品は、公式ページへのリンクを動画下記の概要欄に貼っているので、気になった方はチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ホビドワでした。